皆さんこんにちは、モロケンです。今回紹介するのは携帯の火消し袋なんですけれども、動画を始める前に皆さんにお伝えしたいことがあります。以前の動画でたくさんの方にコメントいただき、いろんな考え方について学ばさせていただきました。それと同時にたくさんの方にご心配をおかけしてしまい申し訳ございませんでした。今日からの動画は次のキャンプや旅が楽しくなるような、そんな動画をたくさん作っていきたいと思うので、これからもよろしくお願いいたします。ということで、今回紹介するのはこの携帯の火消し袋なんですけれども、見てください、この収納性、めちゃくちゃ便利なキャンプ道具なんで、ぜひ最後までご覧ください。どうも皆さん、こんにちは、ケンです。今回紹介するのは安心安全に炭や薪を持ち帰れる携帯火消し袋、アッシュキャリーを紹介したいと思います。今回薪と炭を使ってこのアッシュキャリーの性能を検証してみたいと思います。その前にアッシュキャリーの特徴をさらっと紹介します。1つ、この袋かなり丈夫な素材でできていて、袋の底にマッチがついていて自立するので、一人で作業するときもかなりやりやすいです。もし自立しなかったら、このように一つ一つ移し替えなければならないので、硬くてマチがあるのが地味ですが便利な機能です。2つ、投入口は24センチもしくは29センチもあるので、火バサミで掴んでもいいですが、焚き火台を横にして注ぐように入れても大丈夫そうです。この時袋が倒れないようにだったり、炭などが落ちないように注意してください。3つ、紐で縛ることで空気を遮断し、酸欠状態にすることで沈下させることができます。この黒い生地の部分だけでなく、糸も耐熱性のあるアラミド繊維糸が使用されています。4つ、水洗いが可能なので手入れが簡単です。5つ、短時間での検証ですが、これもしかしたら焚き火シートとしても使用できるかもしれません。アッシュキャリーの耐熱温度は550度なので、想定されている使用方法ではないので大きな声では言えませんが、こういった小さい薪ストーブと組み合わせれば焚き火シートにもなるし、燃えかすも持って帰れるしで、いいこと尽くしではないでしょうか。僕視点での弱点は2つありました。1つ目は酸欠で火を消すことはできますが、断熱効果は皆無です。薪や炭を入れた後くるくる巻きにするんですけど、布1枚隔てただけなのでめちゃくちゃ熱いです。この時革手袋をしていますが、それでもめちゃくちゃ熱いです。軍手じゃ巻けないぐらい熱いので必ず革手袋が必要です。入れるものや量によりますが、15分から20分で素手で触れるぐらいにはなりますけれども、薪や炭を入れてすぐにバッグに収納というわけにはいかなそうです。2つ目の弱点は袋タイプの火消し袋なので、薪などを入れて口を閉じるとこのように灰が舞います。高温の灰や空気が自分の顔や周りの人に当たってしまう可能性があるので注意してください。ということで、まずは炭から検証していきたいと思います。今回は S サイズの方に炭を入れてみます。ホームセンターで最安の炭に火をつけて全体が白くなるまで燃やしました。バーベキューも終盤かなと思うくらいのお気になってきたので、この状態で炭を入れてみます。火ばさみやトングなので一つ一つ入れるのもいいですが、自立し口も広いのでこのようにまとめて入れました。炭を入れた後くるくる巻きにして紐で結んで放置しました。10分経った時素手で触ってみましたが、まだ素手で持てる温度ではありませんでした。最終的に20分待ってようやく素手で持てるぐらいの熱さになりました。20分経った後の中身はこんな感じでした。火吹き棒で空気を送り込んでも火が立たなかったので完全沈下しています。次に薪で試してみます。今回は M サイズの方に薪を入れてみます。薪を燃やして置きの状態にしてみました。炭の時と同様にこれを中に入れてみます。アッシュキャリーのサイズや中に入れるものの量によると思うんですけれども、炭は触れるまで15分から20分かかりましたが、薪は10分から15分後には触れるまでの温度になりました。15分後の薪はこんな感じです。これも完全に沈下していて、火吹き棒で空気を送り込んでも全く火は立ちませんでした。今まで水をかけるもしくは燃え尽きさせてしまわなければならなかった薪を完全沈下させ再利用できるような状態にすることができました。火のついた薪を入れてみます。アッシュキャリーは密封させることができるので、このように火のついた薪を入れて口を閉じるだけで火を消すことができます。アッシュキャリーの説明書には火消し壺ではないので、炎が上がっていたりまだ高温の燃えかすを入れないでください、最悪な場合破損します、おおよそ沈下している炭や薪の燃えかすを入れてくださいと書いてあるので、少々荒っぽいかもしれませんが検証として入れてみました。ってことでいかがだったでしょうか。携帯火消し袋アッシュキャリーの紹介でした。ってことで、フリートークなんですけれども、今回検証ということで、完全沈下とか言えないぐらいの
沖の状態の、薪とか炭とか結構多めの炭とか薪とかを入れたんですけど、まあ蓋してくるくる巻きにして、まあ、10分と15分、まあ、20分ぐらい置いとけば完全沈下するんで、火消し袋としての性能は十分発揮してるんじゃないかなというふうに思いました。まあ、今回炭と薪で検証してみたんですけど、まあ、炭の方がどうしてもやっぱりなんだろう、蓄熱性というか炭自体が熱を蓄えてるっていう言い方をすればいいのかな。炭の方が、ちょっと触れない時間が長かったんですけど、薪の方は沖の状態で入れても、10分15分経てば、空気を吹き込んでも、火がつかないぐらい完全沈下、させることができたんで、結構火消し袋としてすごくいいなというふうに思いました。でですね、これで消した薪とか炭っていうのがこんな状態、まあ、ちょっと見えないと思うんですけど、こんな状態なんですけど、こういった炭っていうのは、まあ、再びバーベキューとか、焚き火で使うことができます。で実は僕、キャンプの YouTuber 一応やってるんですけど、いわゆる火消し壺っていうのは持ってなかったんですよね。でその理由が、まあ、僕よくバイクでキャンプするんですけど、あの火消し壺をバイクに積んで持っていこうとは思わなかったんですね。もうでかいしちょっとかさばるし、なんで焚き火した後は完全に燃やし尽くすか、水とかかけてまあ、ゴミと一緒に捨てるかっていう感じだったんですけど、まあ、アッシュキャリーぐらいのこんなコンパクトなサイズであれば、まあ、バイクとか、まあ、キャンプとかね、そういった、まあ、まあバックパックとか、まあ、そういったキャンプする方でも、全然邪魔にならないんで、すごくいいキャンプアイテムだなというふうに思いました。まあ、ただですね、強調して言っておきたい注意点が2つあって、1つ目はこれに、まあ、薪とか炭を入れるじゃないですかね。熱い状態の薪とか炭を入れます。でその後グローブをして僕こうやって巻いてたと思うんですけど、正直グローブしててもめちゃくちゃ熱いです。もう本当に火がついてる状態のやつをね、布1枚隔てて、触ってるだけなんで、正直この巻いてる途中もめっちゃ熱いです。で今回、動画の中で使ってたのが、まあ、こういった黄色いよくキャンプで使われてる牛革グローブ、これコストコで買ったやつなんですけど、これでもうちょっと熱いなというふうに思いました。なんで軍手とかじゃ多分絶対無理です。もちろん素手じゃ絶対触れないです。素手でこうやろうもんならもうめちゃくちゃ熱くて、もう本当もうタッチすらできないぐらい熱くなるんで、素手じゃ絶対扱えないんで、必ず軍手以上の、牛革グローブとかそういったキャンプ専用のものを使ってこう巻くことをお勧めします。でもう一つの注意点っていうのは、こうやって巻きとか炭を入れますよね。その後この袋っていうのはこうやって閉じるんですよ。こうやって音がするじゃないですかね。こう中の空気がこう抜けてるんで、こうパッてこう煙が出るんですけど、その煙っていうのが例えば自分の方にこう向いてたらめっちゃ危ないじゃないですか。熱い煙とか灰っていうのが自分の顔にかかってきたり、まあ、自分じゃないんですよ、ね、他の人の方向とかに向いちゃうとはすごく危ないんで、この口の向きっていうのを注意してから、使用するといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、やっぱりね、火を扱うっていうことですごくこう危ないと思うんで、本当に普段より注意してから、使用するといいかなというふうに思います。アッシュキャリーはこの黒い部分はガラス繊維でできてて、この糸の部分もなんかこう耐熱素材の糸でできてるらしいんですけど、まあ、いわゆる火消し壺、金属とか、まあ、陶器でできた火消し壺と比べると、まあ、どうしても耐久性は、劣ってしまうと思います。しかしこの携帯性だったり軽さっていうのは、まあ、自転車とか、バイクとか、徒歩とかでキャンプする方にとってはもう唯一無二と言ってもいいほど便利なキャンプ道具だと思うんで、まあ、車じゃないキャンプの人には、すごくおすすめだなというふうに思いました。ということで携帯火消し袋アッシュキャリーの紹介でした。S サイズと M サイズどちらとも購入先は概要欄の方に貼っているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。ではまた。